こんにちは。YouTuber への道第何弾かちょっと忘れましたけれども、雑談っていうかね、雑談じゃないです。YouTuber への道。それでね、なんていうかいろいろとこう、なんだろうな、もうね、動画を何本上げたのかな？チャンネル登録者数6で、30本ぐらい上げてるんですね。1、2、3、4、5、6。5、6、30。32本。この動画を合わせると33本上げてるわけなんですけど、で、だいたい1本あたり平均1時間半とかね。でほとんど編集なしで、まあ、最近ちょっと音声の小さい問題で、音声を600%にして上げているもんで、iPhone とかで聞き比べても、割とその有名な YouTuber の人の音声とそんなに遜色なくなってきてるんですよ。いやー、なんかね、この1時間半ぐらいは喋るっていうことに関しても、かなりこう手慣れてきたっていうかね、こなしているんですよ。こなしてきたんですよね、自分自身。こなしているっていうか、だから普通、一般生活をしていると、その大勢の前で話すとかないじゃないですか。で、僕、そういうのをね、一番最初にやったのはいつなんだろうって考えたら、小学校の時に、中学校だったかな。中学校かな。中学校の時になんか、図書委員かなんかになって、クラスのだったかな。クラスの図書委員かなんかになって、まあ要するに、なるというよりもなんか、誰かがいろいろ、何委員、何委員ってあるんで、もうこう、なんというか、割り当てられたみたいな感じですけどね。で、なんかね、その図書委員の、どのクラスにもいるわけなんだけど、その図書委員の中の長になったのかちょっと忘れましたけど、なんかその、全校生徒集会みたいなところで、その、なんかどうでもいい形式的な報告をしなきゃいけなくなったんですよね。なんか今期の何々の活動はこうこうでしたみたいなことを、なんかプリントに書いてあるやつをただ読むっていう、なんかね、それが初めてなんか聴衆の前で何かを言うっていう経験だったんですけど、その時僕今でも覚えてるんだけど、なんかね、そのマイク、まあ要するに、あれ何人ぐらいかな、生徒多分3、400人ぐらいだとは思うんですけど、もっといるかな、中学だから3学年だから450ぐらいいるんかな。んで、1学年だったかな、ちょっと忘れましたけど、数百人の人がいる前で、こう、壇上があって、で、なんかマイクがこうあって、そこでただ形式的な、ただその紙を読むだけなんだけど、その時に声のそのエコーが、なんか自分の話した声がちょっと数秒ディレイがあってバーッとくるから、なんかね、途中で何話しているか分からなくなった時があって、なんか自分の話してるのがちょっとコンマ何秒遅れて聞こえてくるもんだから、それで、あれ、なんかね、エコーが追いかけて、自分の喋るのを追いかけてくるんで、そうか、こういうことがあるんだなと思いましたね。たくさんの人の前で話すというのはなかなか難しいことなんだな。もちろん自分で頭で考えて内容を話したわけじゃないんで、ただ読んでいるだけなんですけど、で、それで、会社をやってるんで、ちょっとそのミーティングの時とかに、こう司会じゃないけど、でも小さい会社なんで別にそれは、でもね、それでもね、サラリーマンの時にそういうちょっとした
中間管理職みたいな経験をやったことがないから部下を統率したことはないわけですよね、サラリーマン時代は。で会社を起こしてまあ5人10人ってなっていく中で、まあそういうミーティングの時とかに話したりする時に、最初はやっぱりね、その何を話していいか分からなかったし戸惑いましたよね。うん、何を話していいかっていうのは、まあ話すことはあったとしても、そのなんつうんだろうな、雑談をするというか、そのなんつうのかな、自分のその時のアドリブで話す人を前に、それは数名か10人ぐらいか分かりませんよ、だけどアドリブでその自分の考えを伝えるっていうこと自体が、まあ結構難しいことなんですね。うん、別にそんなのわけないじゃんって思う。あ、そうか、その前にあったな、大学のゼミで発表をするときには14、5人の前でまあ言うわけですけど、あ、そうか、それなりにそれ緊張したな。緊張っていうわけでもないかな、うん、ちょっとその時は発表なんで、やっぱりその自分なりに考えたことを言わないといけないので、多少は緊張しましたよね。ちょっとこう緊張で言葉がこうどもってしまったりとかね、うん、そういうことはあったと思います。なんか今パッと思い出しました、それで。会社、サラリーマン時代は特になくて、で会社を起こしてまたちょっと会って、って言ってもまあ10人15人ぐらいですよね、ゼミにしても会社にしても。でそれがずっと続いてたんだけど、株主総会、高田の株主総会の時にとか、まああとその時に、あれ高田の株主総会何人ぐらいだったか、まあ3、400人はいたと思うんですけど、あ、そんなにいなかったかな、2、300ぐらいだったかも分かんないけど、そこで言ったんですけどね、まあ、代表質問ですよね。だけどね、あれはちょっと緊張があんまりなかったんですよ。それは何でかっていうと、こう聴衆を代表してその壇上にいる十数人の役員に言うわけなんで、なんかあんまり緊張っていうのはないんですよね、うん、自分がこう300人を、ま、の株主を前にして言うんだったら緊張すると思うんですけど、そのある種この聴衆の300人はまあ味方なわけじゃないですか、うん、味方を代表して言ってるだけなんで、相手はあくまで、まあ、代表取締役だったりするわけですよね。だからちょっと違うんですよ、株主総会に対して の、 代表質問というのは。で、あ、そうだ、思い出した、会社をやっていてね、1回だけそのいわゆるフェアってあるじゃないですか、採用のフェア、うん、中途採用、新規は僕ないんだけど、中途採用のそういうなんだろう、リクルーティングのフェアみたいなのに行ったんですよ。こうブースがこうあってね、でそこに転職活動をしている人が来るっていう、履歴書を持って来るっていう。でその時に、なんかね、そこだけは面白くて、1社3分ぐらいでプレゼンテーションをしてくださいって言われて、最初に。で、あれ50人もいなかったかぐらいの、まあ、転職者がいるわけなんですけど、その前にこう順番に10社ぐらいの参加企業がアピールをするっていうのがあったんだけど、あれは結構緊張しましたね。せいぜい 4,50 人ぐらいしかいないんだけど、結構あれ緊張したな、うん、だからね、そういうぐらいなんですよね、たくさんの人の前で喋るっていう。でその喋るっていうのも、その自分でその時の考えてアドリブで喋るっていうね、単なる原稿を読むんじゃなくて、うん、その時に考えたことを、まあ、ある程度はシナリオを考えているにしてもということなんですよね。で、まあでもそんなもんなんだよな、だから人前で話すっていう、
で、この33本の動画を上げたっていう中で、じゃあ話すのがね、1本1時間半ぐらいの話を、まあその33本上げた中でこなしてきたなって、だんだん、こなしてきたな、慣れてきたのか、そろそろ緊張感なくなってきたのかって言ったら、まあ確かにそうなんですよ。ただこれ誰も監修がいませんので、ただ画面に向かって言ってるだけなんで、だからそこの違いは全然ありますよね、やっぱり。だから一番その観客に向けて喋った時に、そうな、やっぱりフェア、就職フェアの時の50人もいなかったな。4、10、8×6、まあそうか、それぐらいはいたかな。大学のゼミのよりは多かったし、まあ株主総会のやつをね、どう見るかなんですよね。3、400人の向けて言ったわけじゃないから。対する、相対してっていう意味では壇上に座ってる十何人だけどね。ただその場で会場に何人いたってことでは数百人だし、まあそういう経験ですよね。ただやっぱりね、この YouTube で動画を上げている中でいろいろ考えるっていうのはかなり役立ってますよね。これは完全に今考えていってますんで、あんまりその言うことをあらかじめ決めずに、その時に考えながら言っていくっていうのがいいと思うんですよね。練習にもなるし。ただ株主総会の時に僕2回出たことがあるんだけど、その時はね、完全に聞くことをもう練習っていうか頭の中に入ってて、でその紙を A4 の紙に鉛筆で書いていきましたから、完全なアドリブではなかったんですけどね。だけどこの YouTube で少なくとも現状で33本撮っている中では、だいぶそこら辺の練習ができましたよね。だからね、やっぱりそうですね、講演家とか、その数百人いる中で何かの1時間なら1時間講演をするっていうのは人が結構まあいるじゃないですか。それはなかなかね、まあ大したもんだなと思うと同時に、あ、でも結局何回か場慣れしたら結局それだけだなという気もしますね。あんまりその特殊な能力がいるわけじゃなくて、ただ普段からこう喋り慣れていたら、ただそれだけだなって。話している内容はやっぱり自分の方が上だなと思いますね、どこの講演を見ても。ただ YouTuber でそのやっぱりこいつはすごいなと思う人は何人かいて、ああやっぱりパワーが全然違うな自分とは、とか、内容自体は自分の方が面白いかもしれないけど、この人はやっぱりエネルギーがすごいなとかね。鴨頭義人だっけな、なんかね、そういう妙な熱い人がいるんですよ。坊主の人で、なんか、なんだろう、マクドナルドのスーパーバイザーをやってた人で、なんかそういう、こう、飲食業のチームのモチベーションを上げるような講演をしている人なんですけど、人のやつは結構好きで、最近見てましたね。まあちょっと飽きてきた面があったんだけど、まあこういう話をしていく。そしてね、やっぱり YouTube 活動で分かったのは、いろいろなノウハウがあるんですよ、やっぱり。で、僕の場合はちゃんとそれを外部記録して、メモを取ってね、やっていく、ブラッシュアップしていくんで、三脚、そしてまあ iPhone で撮ろうという発想なんで、でほとんどの人がそうだと思うんだけど、絶対三脚はいるんですよ。で、ただ最初のほとんどの人は外部マイク、iPhone の外部マイクを使ってやろうということになるんで、まず声が
ちょっとこうボワーンとしてしまうんで、だから外付けマイクを買う。でしかもその外付けマイクも接続方法がいろいろあって、騙されて違う手法のやつを買ってしまうという落とし穴があります、ね、でこういったいろいろな苦難を乗り越えてやっとマイクで接続して話すということになって、で今度まずまたぶつかるのが、そのまま動画をアップしても音声がめちゃくちゃ小さくて並みいるライバルに勝てない問題、うん、でこれに関してはもうね、音声を拡大するしかないんですけど、その音声拡大もいろいろありましてですね、でソフト、今度編集ソフトの問題が出てくるわけだ、うん、でそれをいろいろ見て Windows のフォトできません。それから無料ソフトで、まあ普通は無料のやつから入りますからね、フォトできません。 AVIUTL、 これはMOV、 Apple のカメラで生成される MOV 拡張子が開けません。それからフィルモラはちょっと見てみたんだけど、無料動画で生成できるやつがその動画にフィルモラの透かしがデカデカと入るからまず使えない、うん、で8000円ぐらい出して正式版を買ってもいいんだけど、その音声の拡大みたいなものはあるんだけど、そのね、拡大できるのりしろがめちゃくちゃ少ないんだよ。なんでか知らないけど、その音声を下げる方にはめちゃくちゃスライダーがあるのに、上げる方はもうちょこっとしかないんですよ。あれなんでなん？あれね、そこがもう大いなる謎で、下げる方向にはめちゃくちゃ下げれるんだけど、上げる方向にはちょっとしか上げられないんですよ。っていうような、なんかね、実用性を全く無視している仕様になっているんで、あれを買うことは絶対ないですよね。それで、かといって、その、アドビのプレミア、ね、もうこれ王道中の王道だけど、これはね、もう今、サブスクリプションになってるから、月3、4000円かかるんですよ、使うのが。で、そんなね、動画編集ソフトにそんなコストをかける人いないだろうっていうことで、これは却下ですし、そうなってきた時に今使っている動画変換マスターっていうやつがあるんだけど、これはね、音を拡大することもできるし、それはまず第一目標としていいんだけど、テロップとかが入れられないんですよね、うん、テロップとかを入れられないっていう、ものすごくね、中途半端な機能なんですよ。で無料版でも一応その左上にちょっと透かしが入るぐらいで、そういった意味では使い勝手はいいんだけど、じゃあ正式版を7、8000円で売ってるんだけど、それをその買おうというぐらいのね、微妙な価値がね、テロップが入れられたら買うんですよ、僕も、うん、テロップが入れられないんだよね。だからそこがね、大きいとこなのよ。音声の拡大がめちゃくちゃできるからいいし、無料ソフトとしても優秀なんだけど、なんかね、肝心な機能がないんだよな。で、一回その1時間の動画を書き出すのに、かなりいいマシンでも同じぐらいの1時間ぐらいはかかるから、書き出しが。で、一回それで書き出して音を大きくしたものを、さらに今度、そのフォトとかでテロップを入れるのはもう、でさらにそれをまた書き出すわけだから2時間かかるわけですよ。もうそんなね、ちょっとね、無駄なことはできませんのでね、なんかいいソフトがあったら教えてほしいですね。ほんとそうなんだよな。案外ね、このソフトの問題は、で結構その動画をもう iPhone 上で編集している人が多いらしいんですよ、最近。10S とか、そういうハイスペックマシンを使っている人は。で、そういう、なんだろう、その iMovie っていうのがあるんですね。iPhone に iMovie っていうのがあって、おそらくその Windows のフォトと一緒で、まあ、
機能がかなりシンプルで、でその iMovie を見たんだけどね、やっぱりそういう音を拡大する機能はないんですよね、うん、まあこういう感じで、そのまあ少なくとも、うん、普通に喋って音声を聞き取りやすくしてアップして、そしてサムネイル画像を入れたら、まあそれなりのものにはなるってことが分かって、今の到達段階がそこなんですよね、うん、だからどんどんそのブラッシュアップをしていきたいんだけど、あとやるとしたら、だからテロップだよね、テロップ、キーワードとかをちょっとこうテロップを出したり、あとはそのファイルをねこう挿入したり、チャートとかの図をこう挿入したり、日経の記事なんかのやつをパッとこう入れたりとかってするのができたら一番本当はいいんだけど、あ、それでね、その A パワーソフトのラインナップに A パワーエディットっていうソフトがあって、まあこれも無料で使えるし、正式版は7,000〜8,000円なんだけど、だから今度その A パワーエディットには音声の拡大機能がないんですよ。なんでな、なんでそれを一緒にせんのかな。 A パワーエディットにはテロップとかの機能があるんですよ。だけど音声拡大機能がないのよ。まあそうやって何本も何本も買わせる腹積もりなのかもしれないけど、そしたら書き出しにその都度1時間以上かかってしまって誰も使わないっつうのね。でその A パワーエディットにあれ音声の拡大機能はないんですかってヘルプにメールを送ったら、なんかね中国人が書いてきたような片言の日本語で、ありますとだけ返ってきたんですね。うん、その機能はありますとだけで、どこにどういう操作でとか書かずにありますよとだけ一文が返ってきただけなんですね。もうねすごいなと思って、もう顧客満足度ゼロのですねメールが返ってきましてですね、ちょっとここにお金を出すのはムカつくなって話で、その音声拡大機能を無料でだけで使ってやろうというふうに思ってましてですね、ちょっと他の機能、まあそう要するに少なくとも音声拡大機能とテロップ機能があること、そしたら 7,000〜8,000円でも出します、私は。でもう一個はできたらその図表ファイルをこう動画にこう挿入できるようなものですよね、うん、これがやっぱ欲しいな。BGM 入れたりオープニングタイトルをなんか凝ったロゴをぐるぐるぐるっと回してドーンと入れたりとかね、うん、ああいうのは制作者の自己満足で、これ前何回も言ってる通り地上波テレビの古い手法ですよね、うん、だからこれは絶対やっちゃいけない。まあそれでね、こうやってただチャンネル登録者数もコメントも全然伸びないけど、こうやってこう90分の動画を何回も何回も撮ってるっていうのをこなしてきたな。これが一番大きいな。うん、このやっぱりねスキルっていうのは一朝一夕じゃつかないんですよ。で特に最初の頃僕が思ったのはね、自分の動画を見返しても思うのは、言葉がたどり着かないっていうね、うん、こう流暢に縦板に水のようにスラ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 出てくるようになかなかならないんですよ。ここまで出てるのに何だったっけな、言葉みたいなやつがあるときにどもるみたいな形になるわけですよね、うん、だからそれを聞いてる人はものすごく聞きにくいから、あ、そうか、こういうところで
だからもしかしたら自分が普段喋ってる、他人に対して喋ってる喋り方もそういうふうにもしなってるんだとしたら、聞きにくいなと、これは。そうするとそこも直さないといけないなっていうのは自分でフィードバックして分かりますよね。前も言ったけど、その何だったかな、ここまで出てるのに何の言葉だったっけなっていうのを無理にそんなに探さずに、こうだったかな、そうじゃない、こうだみたいに、ちゃんと普通にその都度喋っていけばいいんですよ。で結局その言葉を思い出さなくても、まあいいですし、別の表現で置き換えて言えばね、っていうふうにこう、そのあのとかっていうふうにこうスタッカート式に区切れていくのが聞き取りにくいわけだな、そういうこうちょっとした和法のノウハウっていうのが分かりましたよね。あ、こういうふうにすると他人にとっちゃ聞きやすいんだとか。あと取っててノウハウ、そうで、その和法のもん、和法っていうかそのどもり方の問題と、まあ、なんていうか言葉に、目的の言葉にたどり着かない問題と、それからね、やっぱり90分のトークだと喉がイガイガしてきて、咳が出てしまう問題で、これの問題があるんだよ。そうなんだよね。これはもう講演家の人だったらどうやってしてるんだと思うぐらいで、まあその喉の強い弱いは個人差あると思うんだけど、そうなんだよね、そこがあるんだよな。だからかといってそのチューインガムを噛みながら話すのも失礼ですからね。キャラメルをこうたまに食べるとかが本当はいいんでしょうね。なんか水とか飲んでもね、僕多分そんなにまろやかにならないから、まあ喉飴を途中で舐め出すっていうのもいいかもしれないけど、なんか喉飴を舐めながら喋ったような喋り方ってやっぱ失礼じゃないですか、聴衆の人にね。だからそこ難しいんだよ。なんか本当はだからこう喉を潤すような飲み物をちょっと置いといて、たまにストローで飲むぐらいがいいんでしょうね。その言葉が出てこない話とイガイガする話、これが大きいんですよ。であとはやっぱりね、自分で気づいてないけど長時間のこのファイルっていうのがどうなのかなっていうね。多分大部分の人はこの長時間の講演というのか、講演というのかな、まあその喋りっていうのにあんまりやっぱり長すぎると思うんだよね。で最近アマゾンのオーディブルとかいろいろその読み下しのそのソフトコンテンツっていうのがね、多少市民権を得るようになってきたけど、で僕なんかまあ寝る前にベッドの横でパソコンを聞いて、YouTube 聞いて寝るっていうのが割と一般化してるんだけど、でその時ってね、結構こう眠れない夜とかもあるんで、10分ぐらいの動画だとすぐ終わってしまうんで、あえて1時間ぐらいの動画を選んだりすることもあるんですけど、結構その1時間動画っていうのがないんだよね。で横でこう眩しいからパソコンをこう閉じて本当に音声だけで寝つきを待つわけだよね。でそれで一番面白い、そのだから画面で見る必要がないもの、声だけで分かるもので1時間ぐらいあるものがベストなんですよ。だからあえてそういう意味で図表やチャートを用いないっていうやり方の方が僕としてはいいんですね。はい、このチャートを見てください、ここの一気にセリングクライマックスでなってますけどって言われても、こう、寝ている時に画面閉じてただうとうとしてるだけなんで、そんな図表を用いてやられても逆に困るんですね、僕なんかは。あとはその車でちょっと出かける時に、最近はその Bluetooth で結構ねペアリングできる車が多いから、YouTube を流してカーステレオでやってそれ行くんだけど、やっぱりその時も結局音声だけになっちゃうんで、やっぱり音声だけでやってくれている YouTuber の方が
助かるんですよ、そういう、そういう意味では、うん、であんまりね、だから図表を用いたり凝ってねテロップをいっぱいやったり、うん、だ結局テロップも何も見てないわけよ。だって横の、あのうとうとしながら聞いてるだけなんだから、テロップも図表も音楽も関係ないわけよ。その人が何を喋っているのかのコンテンツだけに集中したいわけなんで、うん、で実際ね僕そういう人多いと思うんだよね。なんか音を聞いてる時にずっとその画面を見ている人って少ないと思うんですよ。割とその今度バックライトの電池も食うわけだから、でやっぱながらでやってる人多いと思うんだよね。だからそれに対応していくためには別に編集の必要は全然必要ないわけだね、うん、むしろその音が大きい小さいそういったことの方が重要であると。だからね今の段階で結構いいところまで僕は来てると思うんですよね、うん、せいぜいあとやるとしたらそうですね、テロップでこうキーワードを印象付けるやり方、うん、これはあっていいと思うし、でどうせその音を 600% にスライダーでやる手間が1個入ってるから、ああそうか、でも1時間半の動画でいちいち喋ることを抽出してテロップを入れていくのは結構大変な作業ですね、うん、10分ぐらいだったらちょこちょこっとできるかもしれないけど、でもそれにしても本当にこの動画を代表するようなテロップの部分だけをやるとかじゃないと、こうだいたい編集ソフトってこのザーッとこうコマがずっと表示されるんですよ、横にね。でそれをこうスライダーでこうやっていったらずっと何分何、60分の動画だったら1分2分でずっとなっていくわけよ。でそこにこうスライダーして例えばそこにテロップをこう入れたりとか効果音を入れたりするとか、そういうこうトラックでね、うん、BGM1 トラック、 BGM2、 BGM3 とか、フィルム1でオーバーレイできるとかね、そういうふうにこうトラックがあって、トラックが複数あってそこに素材をこう入れていくっていうやり方なんでね、でこれはですね、僕が2008年前後にデスクトップミュージックをやって作曲の勉強をしていた時に学んだ手法で、それを MIDI って言って、音楽データをその要するにコンピューター上の数値に置き換えて作曲をしていくっていう手法なんだけど、でそれも結局ねトラックがいくつもあって、そこに例えばこのトラックはベースを打ち込む、このトラックはギター、このトラックはドラム、このトラックはボーカルを入れるとかね、そういう風になってすごい編集できるわけ。それ全部そのトラックごとのミキシングもできるし、ボリュームとかもういろいろできるわけよね、うん、まあ、そういう作り方がだいたいどのソフトでも結局そうなわけですよ。で、そういうことでね、編集ソフトの問題はいい編集ソフトがあったら教えてほしいです本当に。そしてそれはやっぱね、でもプレミアは使う気しないですね、うん、美術系のなんか仕事を普通にやってる人だったら、CS 今6になってるのかな、月々5000円とかでフルスイートが使えるんで、まあ、例えばそれが会社にあるだとか、まあ、だけど会社って言ってもな、その会社で動画編集をやるわけにも いかないですよね、普通のサラリーマンの人だったら。で自分が持ってる CS3 はねプレミアがついてないやつだったんだよな、あれ。そうなんですよ、だからそれでね買取式の CS3 を持ってるんだけど、それでも24万したんだけど当時 Amazon で、で今それがサブスクリプションになっちゃったから、月々6000円と5、6000円の話になっちゃってるんで、もうそんな高いソフト買う気しないし、元が絶対取れないからね、
で、そういうんでですね、まあ先週ソフトの編集に課題はあるけれどもいいところまで来てるし、でコンテンツとしては面白いく自信がありますし、まああとはただこうやっていって広がりを待つっていうね、まあ難しいかな、これは難しいんだけど、うん、ただこうやってただ漫然と動画を上げていくだけでも、自分のやっぱりフィードバックが強いね、うん、やっぱりそこはなんていうか喋るこなして慣れてくるから、でノウハウがやっぱりあって何回も何回もやってると、でそれもなんか特にその台本ありきでやってるわけじゃないんで、でそういうことをやっていくと考えをまとめながら話していく、そしてよどみなく流暢に話していく練習になったりもしますんでね、うん、90分ぐらい、まあ今36分、だけどちょっとね本当に台本がない場合さすがに90分も喋ることはないね、うん、前の資本家への道は1時間45分ぐらいもう100分動画ですよね、100分動画を上げたわけだけど、あれはやっぱりねさすがにちょっと撮った後疲れましたね、うん、まあ、あの辺が限界かな、だから2時間ぐらいが限界かな、もし撮るとしても、うん、何分ぐらいがいいのかな、だから考えながらやるからこうなるわけであって、台本通りやっていけば同じことを何回も何回も言ったりしないんですよ、考えながらやるからここが大事だなと思ったら何回も何回も言ってるんで、ほとんどその繰り返し同じことを別の角度から語っているやり口で時間が伸びているだけなんでね、うん、そうですね、でまああとはだからこれを続けることによって登録者数が増えていけばいいなというだけですよね、うん、で増えてきたらまたコメントとかが出てきたら面白くなってくるしね、そのリクエストに応じてコンテンツを変えていけたり、あとはまあそれでやっぱり動画でコメントとかねメールをいただいたりして投資クラブっていうのをねまた3月にやりますけど、それで参加希望をいただいたりとか、あとこうメールをいただいて頑張ってください、でツイッターでヤフー掲示板でやっていた見ていた人がツイッターをやった時にメッセージをいただいたりね、うん、まあそういうちょこちょことしたやつは嬉しいですよね、やっぱりいいねとかはどうでもいいんだけど、メッセージが来たりコメントが来ると嬉しいですよね、でもそのコメントが後日見たら消されている時があるんですよ、なぜか恥ずかしかったんでしょうかね、うん、まあこういうのが増えていったら面白いし、そうですね、リアルな飲み会っていうかね、そのうん、まあ面白いですよね、それで知見が増えていって、まあそれがねゆくゆく何かの形に出るかもしれませんのでね、うん、まあそういう形でちょっと飽きずにたゆまずに動画を出していこうと思うんですけど、まあ僕の動画の特徴としたらこれは違うと思います、これは嫌いですというのをはっきり言うから、まあ、それがネットの特徴だと思いますし、
で、やっぱりね、売れっ子の YouTuber っていうのは大体みんなにいい顔をしている動画が多いですね。僕はこういうふうに思ってますけど、実はそういう人たちのことを否定してるわけじゃないですよ。でもね、とかって言って、なんつうのかな、最大公約数をね、当たろうとするんですよ。だけどそれはちょっとコンテンツとしたら角が弱まっちゃうんですよね。なんで自分の場合は、そういう手法は取らずに、これは違いますと、これは好きですとかっていうのを、それは単なる一意見なんでね。で、自分が何もそんな全ての人を満足させるような、その意見を言う必要も全然ないんで、平等が大切ですよ、だけど自由も大切ですよってみんな言うんですよ。そんなの両立しないでから、どっちかだからね。そのどっちも大切ですよなんていうやつは信用しちゃダメですよ。自由も平等も大切ですよ、そんなことは絶対ありえない。どっちかなんだから。どっちもは、だからエクスクルーシブな排他的な問題だから、これは。それをどっちも大切ですよっていうやつがいるから、政治家は嘘ばっかりなんですよ。こういうことで続けていきたいと思いますので、シリーズとしたらそうですね、実業への道、じゃあ実業講座、株式講座、資本家への道、そして YouTuber への道、この4つがキラーコンテンツとして、 YouTuber への道っていうのは僕結構大事だと思ってて、その録画の撮り方一つから始まって、編集やアップやで、どういうコメントがついてどうなっていくっていうのを、いちいちドキュメントをした人ってなかなかいないと思うんですよ。だって気づいたらやっぱり見るのが人気の YouTuber の動画なわけですから、もう完成されたものをいきなり見れるわけなんで、この人がどういう過程で、例えばヒカキンがそのチャンネル登録者1からどういうふうにこう拡大して成長していたのかっていうのはもうわからないわけですね、今となっては。なんでその過程の中でどういう問題が出てくるんだとか、どういう課題があって、それをその費用対効果の面で考えながらどうクリアしていったんだろうとかっていうのをやっぱり逐一ドキュメントしなきゃいけないんですね、本来は。そうするとそれがフィードバックとなって、その視聴者の人にも生かされていくわけですよね。で、これはね、実業講座がまさにそうで、その会社を起こしていくっていう過程の中で、一般的なサラリーマンが自分の会社をペーパー上を持ちながら、いつか独立企業を狙っていくっていうような目線でやってるわけですけど、こういうのがまさにいいんですよね。例えば公証役場に行っていくら払ったんだ、印紙代はいくらだったんだとかね、公証役場のおっさんがどんな感じで出てきたとか、もうこういう話ってまさに体験上の話だから、いくらそのネットでこういうふうに書いてあったって言っても、それはその体験談というのはやっぱりこうテキスト上なかなか伝わらないし、やっぱり動画が一番有効ですよね、そういうもう体験っていうのは。会社を作る、相場をやる、そして資本家になるっていうね。そしてそれを YouTube にアップしていくっていうことのドキュメントをやるっていうことですから、あと映画批評もあるな。さっきちょっとね、3D 彼女、リアルガールっていう中条あやみさんのやつを見てたんだけど、ちょっとつまんなくなって途中で一回やめたんだけど それで、そうですね、実業講座と株式講座、これは金と、金を貯めていこうっていう話、そして労働から回避していこうっていう話なんですよね。
それを2本立てで株式と実業っていう側面にスポットを当ててやってるわけだけど、これのエッセンスを、その精神論を言ったのが資本家への道なんですよ。だこれ資本家への道っていうのははっきり言って、まあ金持ち父さん貧乏父さんみたいな話で、ただあの人は僕不賛成ですけどね、考え方微妙に違うんで僕は、あの人とは。だから資本、実業口座と株式口座っていうのは何かって言ったら、お金を貯めて労働から回避しようぜっていう話で、その時にベースとなる精神論、これを説いたのが資本家への道なんだよ。で、これがまずワンセットとして1個あって、で、それとちょっと被るんだけど、そういうものを YouTube でアップしていく活動をドキュメントで追ったのが YouTuber への道シリーズなんだよね。そして、まあ、雑談とかの代表として映画批評があるわけだけど、そのこれもね、実はちょっとつながってましてね、最近その泣けたとか笑えた感動したぐらいの一言コメントぐらいでしか言えない若者が増えてるわけですよ、映画を見てもね。それをそうじゃなくて、ツイッター的短文主義ではなくて、ブログ的長文主義、そして動画の長文、長時間動画によって語り尽くすっていうことが必要なわけなんだよね。短文主義では資本家にはなれません。それは短文主義っていうのは一つの労働者だからです。何か脳にひらめいたことをパッと発するだけの外部記録を取らないやつらの労働者的な感覚の身一つの文化なんですよ、ツイッターっていうのは。資本家になれるやつらっていうのは外部記録を取る。外部記録を取るってことは意識が重層化していくわけですよ。重層化していくってことは短文では賄いきれないオーバーフローした情報量になるわけですよ。で、そのオーバーフローの情報量はまさに外部記録じゃないとキャッチアップできないわけですよ。そうすると当然長文になるし、動画で表現するにしても長時間になる。そしてオーディブルになっていくわけですね。なんでかって言ったら、長くなっていくと今度はそれをフォローするのがなかなか疲れるから、長いもので表現しなきゃいけないけど、それを受容するときはできるだけコンパクトにやりたいというのは人間ですからね。そうするとオーディブルにしてながら聞きでやるしかないわけなんでね。となると、この形式が一番理にかなってるわけだ。そしてこの動画をどんどんアップしていくに際しても、いちいち編集をして何時間もかけていたら、今度はその面倒になってしまってアップしなくなるんですよ。そうするとこれは元も子もなくなる話なんで、編集精度っていうのは徐々に上げていけばいいけど、そこにこだわっちゃいけないっていうのが僕の持論なんですよね。まあ、もちろんその、編集の得意な人がそばにいて、なんていうか、暇だからボランティア的に妙にそれをやりたがった場合は別なんですけど で、まあこういう形でですね、ちょっとやっていきたいと思います。実際のどういうふうな動画が上がっていくのか、そしてこんなコーナーをやってほしいとか、こんなコンテンツがいいんだね、というものがあったらまた考えていきたいですね。あとは大丈夫ですね。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。